き返せるようになるのでスピンをかけやすくなるというアイデアなんです。結構低くね、あ、言ってます、返してますよね。考えたのは元プロテニスプレーヤーの男性でして、間違ったラケットの持ち方を手軽に直したいと開発しました。単純なんですけれどもね、これで直せるというふうに作ったんですね。感覚をつかんだらベルトを外してさらに練習、これを繰り返すことで正しいフォームが定着するようになるんだそうです。スピンをかけるっていうのはこういうことなんだなっていうのが初めて分かりました。何回もこう回転をかけることができるので効果があると思います。これがまたできるようになるとまた上手くなります。あ、そうですね、楽しくなりますね。さあ今度はドラムの演奏ですけれどもね、ドラム教室で講師をしている三浦浩二さんで、素敵ですね、ちょっとね、かっこいい。ドラムスティックっていうのはこれ軽く握って打つのがコツなんだそうですが、その手元に注目してください。はい、あ、指が開いて握ってないですよね。でも落ちない。なんで？そうなんですね、実はね、ゴムでできたこのベルトにドラムのスティックを通して演奏していたんです。これでね、持ち手がこうやってつくわけですね、中指に。はい、これなら強く握る必要もないので速いリズムも楽に演奏できます。リバウンドを有効に利用できる安心感というのが多いです。跳ね返ってくるのを活かすんですね、で手を離して持ちないのでこんなパフォーマンスできるようになります。かっこいいですね。おしまいはこちら、小さな紙を貼り合わせて作った絵ですね。あ、ちぎり絵ということですね。こちらの介護施設の皆さんが最近始めたんですけれども、上手にできた秘密がありまして、これです。はい、見せてくださいました。これ4色の色紙とデザインがプリントされた台紙がセットになっているものです。ちぎり絵は和紙を手でちぎってね、裏に糊をつけて貼り合わせるっていうのがまあ普通一般的ではありますよね。細かくて手順がたくさんあってね、大変そうですよね。そうなんですよね。でもこのセットの色紙はあらかじめ5ミリにカットされているんです。切れ目が入ってます。そして裏が、ね、シールになっているんですね。なので台紙の絵に沿ってあとこう貼っていく、ペタペタと。小さなシールですのでね、皆さんピンセットを使って作業をしていました。あ、できてきてますね。富士山の他にも猿の図柄もあります。えっとですね、はい、すごく楽しいです。ばあちゃんにはガー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 言いながらやってます。ハム鼻歌歌いたい。ごめんなさい。いい風にできとるよ。楽しんでやれるというのが、まあ、一番の目的ですね。おしゃべりしながら手も動かして、はい、刺激になりそうですね。そうですね。これね、あのセットになっていた色紙なんですけれども4色ありますね。でね、よく見るとそれぞれですね、薄いものから濃いものまであるんです。はい、あ、色が。そう、これあの影じゃなくてね、これ濃いところと薄いところがあるんです。では広い範囲で天気が崩れてきます。今日から早速天気崩れて雨の降るところも出てきそうです。詳しく見ていきましょう。この後の雨や雪の見通しです。朝8時から動かします。九州は午前中から雨の降るところがありそうです。夕方には広く雨でしょう。そして夕方以降、夜は中国四国でも雨が降り出しそうです。今降っていなくても傘をご用意ください。さらに日付変わって明日になりますと東日本でも雨となってきそうです。特に関東甲信の内陸や山沿いでは湿った雪が降り、大雪の恐れも出てきています。西日本は山沿いでもまとまった雨ですから雪崩が起こりやすくなります。気をつけてください。では今日の天気です。近畿、東海、関東地方は晴れそうです。北日本の太平洋側も晴れ間が出るでしょう。一方、北陸から北の日本海側は雪や雨の降るところがあり、
北海道は猛吹雪の恐れもあります。予想最高気温です。関東から西は10度以上のところが多く、東京は14度まで上がりそうです。那覇も気温が高くて23度でしょう。仙台は8度の見込みです。最後に明日以降の天気、札幌から東京。明日から日曜日は太平洋側も雪や雨が降り、仙台や長野、大雪の恐れもあります。東京も雨か雪が降る見込みです。今後の最新の情報をご注意ください。名古屋から那覇です。こちらは明後日にかけて広く雨が降ります。太平洋側を中心に大雨となる恐れも出てきています。6時55分になりました。首都圏の鉄道情報です。 JR 東日本の木川さん、いかがでしょうか。はい、東海道線は宇都宮線内で夜間作業が遅れた影響で、下り線の一部列車に遅れが出ています。その他の JR 各線と東北、上越、北陸の各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本からお伝えしました。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線の運行は6時40分現在おおむね平常通りです。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センター、佐藤さん、今朝はいかがでしょうか。はい、首都高速道路上野線の下りが事故のため通行止めになっています。上野線の下りは本町でオートバイの事故のため通行止めです。本町の出口で一般道路に降りる措置が取られています。中央環状線の内回りは静清町で事故のため葛西ジャンクションまでの渋滞です。5号線の上りは志村料金所で事故のため戸田南まで渋滞しています。続いて一般道路の状況です。東京の昭和通りの外回りは中央区銀座1丁目で事故のため新橋方面への車が通行止めです。日本道路交通情報センターからお伝えしました。続いて関東地方の気象情報、平井さんです。おはようございます。今朝も東京渋谷の上空すっきり晴れてます ね、はい、ね、快晴ですね、うん、今日も晴れる見込みです、はい、気温が2度9分昨日より高いですね。そうですね、はい、東京は5日ぶりに0度以上となりましたね。でこの暖かさですけども、はい、今日もです、最高気温10度を超えます、はい、この暖かさ今日までということになりそうですね、はい、明日からまた寒くなって雨や雪の予想です。詳しく見ていきましょう。まずはこちらです、はい、今日は14度まで上がるんですね、はい、昨日よりもさらに1度高いですね。3月中旬並みの陽気です、はい、しかも晴れて風が弱いですから暖かいというふうになりますね、はい。さあ、それでは今の気温の様子を見ていきましょう。南部ではプラスの気温ですね、はい、前橋もこの時間1度1分、はい、各地昨日の朝よりも2度ほど高い気温となっています。それでは今日の午後3時の気温の予想分布を見ていきましょう、はい、グリーンですね。グリーンのところが広いですね、はい、これは10度よりも高いところでして、最高気温を重ねますと水戸、熊谷、千葉、13度から14度、昨日と同じか少し高めとなりそうです、はい、3月並みの気温ですね。日中は晴れてやはり暖かいというふうに見られますね、はい、さあ今夜の予想天気図を見ていきましょう。南の海上の高気圧、これがですね関東を覆いますから、この暖かな空気が南から流れ込んで気温は高くなるんですね、はい、ただ気になるのは前線や低気圧、これが明日近づいてくるため、明日はですねどうも寒くなって雪のところもあるというふうに見られます、はい、そこで明日の雨や雪の見通し見ていきましょう。これは明日の午前6時、まだこの時間は降っていませんね、はい、白いところが